さて、追っ始めるか。判決。異端査問委員会は被告を悪魔と契約を結ぶ忌まわしき邪教の徒と断定。よってここに死刑を宣告する。嘘よ、信じて。私は邪教徒なんかじゃない。信じて。ひどい。今月に入って何人目だ。邪教徒狩りと称して無実の人間を。伯爵は何を考えておられるのか。ガッツ、何とかしてあげられないの。やりてえならお前がやれよ。そんなこと俺にできるわけ。だったら黙ってな。力のねえやつは口先ばかりで何もできねえ。力のあるやつに従ってりゃいいんだ。ガッツ、近くに奴らの仲間が。
町のどこかに潜んでやがる。見つけ出して殺す。俺の親友は無実の罪で殺されたんだ。見つけたぞ、確保せよ。私はあんな冷酷な人じゃなかったのに。お前を邪教徒に加担せし者とみなし投獄する。抵抗すれば命の保証はない。困るんだよ、あんたに捕まってもらっちゃ。殺してもらいたいのさ、伯爵を。俺の家族はあの伯爵の野郎に食われた。奴は人間じゃない、魔物さ。俺は貴様らの仲間なんかじゃねえ。これを俺が
か。知るかよ、自分のことぐらい自分でやりやがれ。ガッツ、なんでそういうことばっかり。伯爵の城に乗り込む。役立たずは帰れ。頼まれずとも伯爵は俺がやってやる。おお、頼んだぞ。何者だ。するわけにはいかん。おとなしく投降すれば見逃してやる。邪魔だよ、どけ。古い剣士、どれほどのものか。なんだ、床から出てきた。やってろ、貴様の頭に鋼鉄をぶち込んでやる。
戦士として一流というわけ。待ちかねたぞ、黒い剣士。さあ、試してみるがいい。一人一人の力がどれほどのものか。まさか烙印を刻まれながら生き延びた者がいようとはな。復讐というわけか。だが所詮人に過ぎぬ貴様にはかなわぬこと。人の力では神の摂理は曲げられぬ。何も血肉を過ぎ悪霊どもに取り憑かれてまで苦痛と恐怖のみの戦いを続ける必要はない。そう、無意味な戦いだ。もう終わりにするがいい。貴様をその苦痛から解放してやる。人であること、それが貴様の限界だ。人であることを超越したこの私に勝てる道理はない。何か落ちてる。ベヘリット、この世界と重なるもう一つの世界との扉を開く鍵、五人のゴッドハンドを呼び出す鍵。よくできてるね、これ。どうやってゴッドハンドを呼び出すのさ。それを知ってりゃ苦労しねえよ。待ってよ、どこへ行くのさ。
く者、奴の通りし足跡か。どうやら未だ強運には見放されてはいないようだが、しかしこの道は人の身で行くにはあまりにも過酷な夜の道。人として歩み続けることができるか、それとも。ベヘリットって天使を呼び出す魔法の石で、天使は力と引き換えに生贄を要求してくるんでしょ。じゃああの使徒たちはみんな一番大切なものを生贄にしてきたのかな。体がガタガタだぜ。おいパック、鱗粉よこせ。もうしょうがないな、ガッツは。俺がいないと何もできないんだから。さて、追っ始めるか。
毎晩毎晩ご苦労なことだ。殺した、いっぱい殺した。自分の恨みを晴らすため、自分の思いを遂げるためだけに殺した。魔物だからいいの？殺していいの？自分一人が生き延びるためなら殺していいの？いつになったら届く？あとどれだけ資料どもをかき分けたら、あとどれだけ使徒どもを切り倒したら、どれだけ闇の中を這い回ればあいつに。何やってんだ。刺す。
感謝しろ、キツケの一発だ。てめえ、ふざけ。ダグ、てめえがいると力が抜ける。マジでやってんのがアホらしくなるぜ。いるよ、獣が。なるよ、化け物に。なるよ、獣、化け物。ふざけんじゃねえ。俺は俺のままあいつまでたどり着いてみせる。俺様のおかげだな。俺様のおかげでお前は生き延びることができたな。この俺様のおかげで。ま、確かに薬箱代わりにはなるか。わかった、負けたよ、パック。そこはお前んちだ。好きにしてくれ。ねえ、今パックつった？ああ、言ったよ、言った。もう長い付き合いで名前で呼ばれるの初めてだぞ。知るか。ついに追い詰めたぞ、黒い剣士。敵、復活、囲まれてるよ。我らは法王朝直属製鉄作士団。奇跡認定局よりその方を法王朝に連行せよとの命を受け、ハセさんじた。ハセさん、何？剣を捨ておとなしく投降するならばよし。さもなくば我らが神明にかけてその方を捕獲する。なんでだよ。俺は坊さんにしょっぴかれるような覚えはねえぞ。ねえことねえが、あんまし。説得力ゼロ。よく言う。貴様の血に染まったその姿は何だ。貴様の通った後に残る屍の山、その帰り地ではないのか。もはや語らぬ、これは真意である。全軍。まじいじゃん、この体じゃ。どうすんの。力だ。あの剣をあんな風に振り回して、己、俺の大切な友達を大砲で吹き飛ばしたがごとき威力。なぜ捕らえられない。仕方ないですよ。別名お坊ちゃま騎士団、戦未経験のボンボンの集まりなんですから。それでセルピコ殿はそこで何をしておられる。嫌だな、分かってるくせに。血を見るのが嫌いだから入団したんですよ。よし、よくやった。そのまま押し込め。
い剣士。間違いない。このまがまがしさ、黙示録に記されし。奴の息は上がってるぞ。今だ、捕らえろ。ファルネーゼ様、黒い剣士を捕獲しました。ファルネーゼ様、撤収のご命令を。ああ、よし、全軍撤収。超大神院に末席を連ねる者の義務として 2,3 簡単な尋問を執り行う。つくづく神様とかそういうのと相性悪いんだな。貴様、何を笑うか。神を冒涜するがごとき言動、二度は許さん。貴様の目的は何だ。ことによっては異端審問にかけることになるぞ。それが嫌なら素直に洗いざらい白状することだ。あんた、神や悪魔を信じているのか。会ったことはあるのか。神はたやすくその奇跡をこの地上にお示しにはならない。神とは常に我が信仰とともに、この心とそして天に増しますものだ。絵に描いたような答えだな。修道院でお勉強したのが、昔そっくり同じこと言ってた貴族が町一つ丸焼きにしてたぜ。俺が言ってんのは、そんな中身すっからかんの置物みてえなクソの懺悔するだけ時間の無駄だ。悔い改める気ねえし、あんたに話したところで何一つ。貴様、聖鉄騎士団団長であるこの私の前で天に唾するがごとき言動の数々、よくぞ申した。もはや容赦はせぬ。体中の皮が剥がれ落ちようと必ず口を割らせてみせる。我が信仰にかけて。あんた、かなり無理があんな。神だの団長だの、そんなもん振りかざしたところで人望ってやつはついてきやしねえぜ。俺に言わせりゃ、あんたはあんたが崇めてるその置物と同じ中身すっからかんだぜ。一体何事ですか。何でもない。もうよいぞ。その者を牢に戻せ。
連れてけ。あんまりいじめないでください。うちの団長、ああ見えて結構可愛いところもあるんです。助けに来たぞガッツくん。ほらこの鍵で脱出だ。よし、とっとと外す。うん、ありがとうは？なんだよ、細けえこといちいち。親しき中にも礼儀あり。てめえ、人のカバンに住み着いたからっていい気に。おい、ちょっと待て、こら。ありがとうよ。ございます、パック様は。ありがとうございます、パック様。聞こえんのは。ありがとうございます、パック様。しょうがないな、もうお世話の焼ける。ひねる、後で必ず。